今回は日産のフェアレディ Z ニスモです。このフェアレディ Z はあの日産のニスモというモータースポーツの流れを組むブランドが独自にチューンドを施した Z となっております。で、まずエンジン的なことを言いますと、 V 型6気筒 DOHC の約 3.7 リッターの排気量を誇りまして、馬力が355馬力を誇ります。で、このタイヤを包んでいるホイールがレイズ製のホイールを使っておりまして、こういうところが結構レーシーだったりします。で、いろいろとエンジンとかサスペンションとかもニスモ独自でチューンドを施しています。それからコックピット、まずステアリングが一部アルカンターラ巻きになっていて、なんか高級感ちょっと溢れる感じかなと思いました。それからこのシートがレカロ製のシートでございまして、結構フィット感はかなりあったと思います。モータースポーツの流れを組むこのフェアレディ Z ニスモ、日産ニスモさんがどれだけモータースポーツというものに情念を燃やしているか、その情念を燃やすこのフェアレディ Z の走り、いかなるものなのか、よくよくお楽しみください。はい、ありがとうございます。トミーです。いっちゃいましょう。で、真ん中か右側の車線どちらでも大丈夫です。この道しばらく2キロぐらい直進です、はい、この先ですね、今日取り締まりが先ほどあったみたいなので、ああ、はいはい、スピードだけ気をつけていただいて。はい、わかりました。シフトはちょっと固めっぽいですね。そうですね、ちょっとクイックな感じに、はい、ぬるっとしたような動きじゃない感じですね、シフトレバーが。そうですね、結構カチッとした感じで、はいはいはい、最近の車は結構こういうような感じですね、はいはいはい、リング的にはもうちゃんと入ったっていう感覚が分かりやすい。ああ、はい、はい、もう確実に今入ったなっていうのがはっきり分かるんで、はい、よく昔の車はなんていうんですかね、まあその今おっしゃってるのぬるっというか、はいはい、2段階で入るような、クッキーで入るような感じもあったんですけど、はいはい、最近はまあストロークも短く、はいはいはい、このような感じのフィーリングが多いですね、はいはい、クラッチミートポイントが狭めと聞いたんですけど。そうですね、Z は車重もパワーもトルクもかなりある車種なので、はい、結構クラッチがこうくっつく力が強いんですよ、はい、要はどちらかというと強化クラッチのフィーリングに近いような感じとも言えると思うんですけど、はい、となるとくっつく力が強いんで、はい、要は半クラの調整がちょっと難しいっていうのは確かにあるかもしれない、はいはいはい、ちょっと坂道発進も難しいのかなと。若干、まあ、慣れは必要かもしれないですね、はいはい、
あとはいえその強化クラッチほどのピーキーさはもちろんないので、はいはい、慣れれば全然普通だと思います。ああ、なるほど、はい、低い回転でもしっかりと合わせてくれますね、はい、これすごいのが例えばあのギアを飛ばして落としたとしても、はい、あの正確に合わせてくれるので、あ、はい、例えば5速で走ってて、はい、あの一気に1個飛ばして3速とか2速に入れてるとしてもちゃんと合わせてくれます、はいはい、オーバーリブしづらいみたいな感じですかね。オーバーレブに関してはあのそこまでは制御はしないんですけども、はい、要はあのシフトショックを減らしてくれる感じですね。はい、まあ、物理的にやっぱりタイヤの回転数速度が出てるときはあのオーバーレブは避けられないんですけど、はい、はい、要はギア比があの回転数足りないときは上げてくれるってことです。はい、あ、今赤になってるところを左で、はい、分かりました。あとこちらニスモの、あの使用者ニスモのグレードだと、はい、足回りとかいろいろチューニングがされてるんですけども、はいはい、まあ、サスペンションも変わってますし、ホイールとか、はいはい、足回りはかなり硬くなってますね、はいはい、であとはパワーに関してもノーマルに比べると約20馬力くらいは上がってるので、はいはい、355とは、そうですね、ニスモこの仕様で、355ですね、はいはい、排気量的に約 3.7 リッターでしたっけ。はい、今現行が 3.7 です。はい、じゃあこれ左で、これ左、はい、よいしょ、変えます。しばらく道なりになります。はい。輸入車みたいな足の硬さはしてますね。そうですね、しっかりしてますよね。でボディに関してはあの剛性もいつもの仕様だと上がってる環境、はい、入ってるので、はいはいはい、そういうしっかり感もかなり出てきてるかと思います。はい、であとこのステアリングも重めな感じはしますね。そうですね、あのパワーステの制御も若干、はい、あとはノーマルに比べてあのタイヤも変わってるので、はいはい、そういったところでこのパワーステのフィーリングにも多少は影響はあると思います。あ、はいはい、なんか BMW の M4 ほどに重いというわけではないですけど、それでも結構重い感じはありますね。かなりしっかりしてますよね、本当にこの
まあ、今出てるニスモのグレードというのはスポーツドライビング楽しめるように付けされてますので、そうですよね、のロードインフォメーションだとか、はいはいはい、そういうタイヤのフィーリング伝わってきやすいように、はい、そうなると GTR のニスモもどんな感じなのかなってちょっと気になりますね。そうですね、 GTR のニスモはちょっと乗ったことないんですけれども、はい、まあパワーも軽量化もかなりされてるんですけど、まあ、値段も値段なので相当手が込んでるみたいですね。そうですよね、1000万しますね。ニスモの仕様で1800万ですね。1800万、はいはい、比べるのもちょっと申し訳ないんですが、 BMW の M5 と同じか。ああ、はい、そのくらいですかね。 GTR のニスモだとまあもちろんエンジン足回りなんでチューニングはもちろん、バンパーが前後カーボン製になるので、ああ、はいはい、はい、そこもかなりコストの面ではかかってる部分かな。そうですよね、軽くて頑丈なカーボンですからね。そうですね、まあ、相当大きさもあるのでかなり軽量化につながっていると思います。それとなんかかなり電子制御が効いてるとかってのはなんか聞いたことあるんですね。そうですね、 GTR は、はい、やっぱり四駆なので、昔でいうアテーサのシステムをさらに進化させて、はい、電子制御はかなり優秀ですね。はい、このまま真っ直ぐでしたっけ。はい、この車線で大丈夫です。はい、まだしばらくこのまま真っ直ぐで、あ、諦めて、最近はこう、大きいスポーツカーになってくると、はいはい、ターボのエンジンだったり、あ、はい、ハイブリッドが掛け合わせであったりとかが増えてきてますけども、はい、Z はもう3700の NA エンジンなので、はいはい、今となっては、まあ、珍しいかもしれないですね、はいはい、なのでこの音もすごくいいですし、フィーリングがとても気持ちいいと思います。そうですね、いかにもやっぱりスポーツカーとかそういうレーシングカーっぽいようなエンジン音はしますね。そうですね、一応マフラーもニスモのものに変わっているんですけども、はい、この Z のエンジンはかなりトルクもあって、はいはい、音もいいのですごい人気ありますね、はいはい、排気量でいうと GTR と 100cc しか違わないんですけど、はい、だいぶ雰囲気も音も全然違うので、はいはいはい、結構好みは分かれるかもしれないですね、はい、意外に排気量が高めだったなっていうのはちょっと気になったかなって思うけど、そうですね、この前の方は3500だったんですけど、はい、200cc アップしたことでだいぶ余裕ができたみたいで、はいはい、かなり大きいみたいですね、 200cc の差は。この後は入れるタイミングで左の車線に入られてます。これはまだまっすぐで、もう一歩先をですね左に曲がります、はい、はい、じゃあそこを左で、あれを左で、はい、わかりました。
信号をまっすぐ行っていただいて、はいはい、信号を越えたらすぐ右に入り口があります。あ、わかりました。はい、なんかステアリング一部アルカンターラ巻きがちょっと高級感あるかなって一瞬思いました。そうですね、ニスモはこのタイプが多いので、はい、持ちやすいですよね。ええー、そうですね。はい、ではそちらを手前の入り口を見てください。あ、はい、ここもゆっくりお願いします。はい、では奥のガラス沿いにですね、